大谷翔平の私生活。ベーブ・ルースの再来と称され、全世界の野球ファンを虜にしている大谷翔平選手。2022年には投手として15勝、打者としては34本塁打を記録。当たり前のようにメジャーリーグで好成績を出す大谷選手の姿に、ファンは毎回驚かされています。しかし大谷選手の私生活は謎に包まれたまま、一体どのような生活を送っているのでしょうか。そこで今回は大谷翔平選手の私生活エピソードについて紹介します。2023年3月27日、アメリカ経済誌フォーブスが発表したメジャーリーグ選手の今シーズン収入ランキングで堂々の1位に輝いた大谷選手。その金額は日本円で85億1500万円と言われています。大谷選手が現在住んでいると噂されている場所はエンゼルスタジアムから車で20分ほどの一軒家。家賃は50万円ほどで、地元メディアからは安すぎると驚きの声が上がりました。外で遊ぶことに全く興味のない大谷選手。基本的に野球場と自宅の往復を繰り返すだけというストイックな生活を送っているようです。日本ハム時代もほとんど外出をしなかったことで有名。二刀流にチャレンジするなら我慢しなければいけない、と当時監督を務めていた栗山英樹氏の意向で、外出するためには許可を取らなければいけませんでした。アメリカでも外食に出かけない大谷選手は、もっぱら球場か自宅で食事を済ませます。外食をしない理由は、食事もトレーニングの一環と考えているから。大谷選手は記者からの、シーズン中に外食することはあるかとの問いに次のように打ち明けています。外ですか？記憶にないですね。シーズン中はあまり行かないかもしれないです。さらに大谷選手は、基本的には球場にご飯があるので、帰ってお腹が空いたなと思ったらホテルで頼んで食べますし、次の日にまた試合があると遅く帰ってくるわけにもいかないので、とコメント。2022年オフに帰国した際にも、滞在3ヶ月でわずか4回しか外食をしなかった大谷選手。高校時代のチームメイトと食事に行くくらいで、羽を伸ばしたい時期でもストイックな生活を徹底しているのです。一般人の1日の平均摂取エネルギー量は2300キロカロリー。しかし大谷選手の場合は約2倍の4500キロカロリーを摂取。何を摂取すれば体を維持できるのか考えながら生活しているのです。メジャー移籍後の2018年、大谷選手は一人暮らしをスタートさせます。調理器具を一式揃え、自炊するために料理の勉強も始めました。もともと大好物だったオムレツをふわとろで作れるようになった大谷選手。朝食にはサーモンのマリネ、夕食にはガーリックシュリンプも用意するようです。得意料理はブルーノのホットプレートで作るパエリア。試合前には本拠地近くの寿司店から海鮮丼や納豆巻きをデリバリーするほどで、大谷選手にとって魚介料理は栄養の源なのです。大谷選手はお酒もほとんど飲みません。エンゼルスのチームメイトが誘っても最初の乾杯のビールを一杯飲むかどうか、野球を上達させる上でお酒の必要性を感じないのかもしれませんね。ただ実は甘党の大谷選手、日本ハム時代には活躍した日にはコンビニでクレープを買っていました。しかし現在は栄養管理を考えて甘いものも控えています。大谷選手は今年のナンバーズのインタビューで何年かぶりにコンビニに入ったと答えていました。トイレが我慢できず急遽コンビニに立ち寄ったと告白。久しぶりのコンビニにテンションが上がった大谷選手。田舎だったために他に利用客もおらず満喫できたようです。まるで実家に帰ったようだったと笑顔で語りました。世界的なスターの大谷選手ですが、なんとサングラスすらかけずに買い物をするとのこと。どれだけ有名になろうと飾らないその姿も人気になる理由の一つなのかもしれません。大谷選手はファッションにも全く興味がなく、日本ハム時代は2000円の T シャツを着ていたことがネットで話題となりました。母親や姉が送ってくれた服を着ていた時期もあったようです。現在は多くのスポンサーがつくようになり、着ている服のほとんどが支給品。契約しているヒューゴボスの服を着ている姿がよく目撃されています。2022年の7月のオールスターでつけていた時計もスポンサーであるセイコーのネクスター。価格は約27万円ほどのようですが、これも支給品なのです。日本ハム時代から月10万円のお小遣い制で暮らしていた大谷選手。そのお金すらも余ってしまい、2年間で200万も貯金できたほど物欲がないようです。小学校の修学旅行では自分のものは買わずに家族にお土産を買っていきました。驚いたことに余ったお金を両親に返すという好青年ぶり。ではそんな大谷選手は一体何にお金を使っているのでしょうか。
大谷選手にとっての大きな買い物として知られているのは、高級車テスラモデル X。価格は1300万円ほどのようです。メジャー移籍当初、大谷選手は免許を持っていませんでした。球団から支給されたレンタカーは、通訳である水原一平氏に運転してもらい移動していたのです。2019年25歳でついに運転免許を取得。怪我でプレーできない間にアメリカの教習所に通い、免許取得したのをきっかけにテスラを購入しました。テスラの最大の特徴は自動運転技術。車線内でハンドル操作、加速、ブレーキ、縦列駐車まで自動で行ってくれます。高い性能で選ぶあたり、大谷選手らしい選択ですね。また大谷選手はとある取材で、自分の運転で行ってみたいところはありますか?との問いに、特にないですね、と回答。自転車も買ったので、今は自転車にいっぱい乗っています。球場にも自転車で行っています、ともコメントしています。免許を取得してドライブを趣味にする選手も多いですが、大谷選手は全く興味がないようです。大谷選手は2022年にはポルシェとアンバサダー契約をしています。真っ赤なポルシェに乗っている姿も話題となりました。こちらも支給品ではないかとの噂が。ただし野球関係ではお金に糸目をつけないようです。WBC では疲労を考慮し、アメリカからプライベートジェットで移動しました。なんと費用は片道だけで総額4000万円。普段お金を使わない生活をしている大谷選手ですが、野球となると妥協しないのです。誰がどう見ても野球中心の生活を送っている大谷選手。野球以外にハマっているものについて、日本のバラエティも普通に見ますし、映画とかも見ますよ、と打ち明けました。通訳の水原氏やチームメイトとオンラインゲームをプレイしている大谷選手。以前ハマっていたものはクラッシュロワイヤル。このゲームが英語力の向上につながったようです。チームを組んで常に話している感じ。何を言っているかわからないときは、一平さんが教えてくれたので、英語の勉強になりました。と、プライベートでも水原氏を頼っている様子。実は大谷選手は漫画にも詳しく、チームメイトにも勧めています。大谷選手の好きな漫画はスラムダンク。推しキャラクターは仙道のようです。他にも大谷選手はチームメイトに、ナルト、進撃の巨人、鬼滅の刃など、日本を代表する漫画を紹介。大谷選手の意外な趣味に驚いたファンも多いのではないでしょうか。ただし一番の趣味は睡眠と答えている大谷選手。最高の状態でプレーできるように最低8時間の睡眠時間を確保しているとのことです。小学校の頃は午後9時から午前7時まで寝るという規則正しい生活を送っていたとか、WBC で共に戦ったラーズ・ヌートバー選手が食事に誘ったところ、寝てると返し断ったこともありました。友人との食事を断るほど睡眠を大切にしているのです。シーズンオフには筋トレを6時間以上かけて行う大谷選手。その後2時間昼寝してから食事をとって、また10時間寝るという生活を送っています。実に1日の半分を睡眠に費やしているのです。そんな大谷選手の睡眠に欠かせないのが特注のマットレスと枕。遠征先にも携帯型マットレスを持ち込むのは有名な話ですね。その上定期的に寝具の測定を行うほど徹底しています。大谷選手が睡眠や食事と同じく疲労回復のためにこだわっているのが入浴です。大谷選手の故郷である岩手県奥州市は東北でも指折りの温泉地。日本ハム時代には遠征時に各地の温泉を訪れていました。またアメリカの自宅のバルコニーとシーズンオフに過ごす都内のタワーマンションのどちらにもジャグジーが備わっています。温泉には行くことができないため、最大限のリラックス方法を考えているのでしょう。ファンが一番気になるのは大谷選手の女性関係。ですが熱愛報道などはこれまでありません。侍ジャパンの白井和幸ヘッドコーチも、近くで見て誰かいる雰囲気ではなかったと話しました。これだけストイックな生活をプライベートでも貫く大谷選手。彼女は作らずに気楽に過ごせる水原氏と一緒にいることが多いようです。大谷選手は記者からのリラックスする時間はあるかとの問いには、ゆっくりするときはするし、ロッカーで携帯も触りますよ。野球中心でそんな息苦しいことはないですよ、と笑顔で答えています。今回は大谷翔平選手の私生活エピソードについて紹介しました。謎に包まれた大谷選手の私生活は想像以上にストイックなものでした。それだけ野球にかける思いが強いのでしょう。大谷選手の頑張りで、エンゼルスがワールドシリーズ制覇できるように、これからも応援していきたいですね。